清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ。今回は男子高校生ノルディックコンバインド選手を紹介します。私井山圭介が紹介します。森海成選手18歳、ソルトレイクオリンピックに出場した父聡さんの影響を受け、ノルディックコンバインドの競技を始めます。爆発的な跳躍力と高い心肺能力でジャンプ、クロスカントリーともに国内トップレベルの選手に成長。今後国際舞台での活躍が期待されます。日本の選手としては数少ない走って勝負できる選手だと思うんですよね、うん、でかつ、ジャンプ飛ぶ力も持ってますので、両方、まあ、レベルアップしていけばですけども、世界で戦えるようになるんじゃないかなというふうには考えています。やっぱり父が昔コンバインドの選手でやっていて、生まれた瞬間からもうスキーに携わってたので、その影響で始めましたね、はい、実際コンバインドやってみて、はい、こう選んでみて、はい、どうですか？どっちも全然筋肉の使い方も違ったりとか、持久系と瞬発系で全然違うので、すごい難しいなって感じるんですけど、まあ、それが楽しいなっていうか。ノルディックコンバインドの練習に挑戦、井山チャレンジ。こっちが普通のクロスカントリーで使うような長さのやつなんですけど、はい、こっちはちょっとジャンプ用に短く作ってもらって。短い分バランスも取りづらいけど、ね、いい場所に入れるトレーニングになる。そうです。飛べる？難しそうなんですけど。おお。ちょっと待って。やばいやばい。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？この人たちすごいなと思います。